頑張ります。
裁判官にも何も言えなかった。ところがその一言で俺は変わった。俺がやってない犯人じゃないってはっきり言おうと。ある日突然扉が開いた。お前は無実だ、帰っていいと言われた。出せる技以外に、俺があんまりかわいそうすぎるんで、まっとうに生きてきたから。テレビの画面で男が泣いてる。テレビの画面に笑ってる男が映っている。みんなわかるかい、これがいいニュースだってことが。イノセントブルース本邦初公開やったことないすいません。